はいどうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は先日ねお届けいたしました年末の翔平図紅白戦の2試合目になります。はい、チーム旬ですの先発は中学生大輔くんです。はい、初球ナイスボールですね。で、すいません、先に謝っておきます。この日ちょっと風めちゃくちゃ強くて三塁側に置いてあったカメラがちょっと不調になってしまったのかな。で、ちょっと一塁側方面のカメラがないので、僕らのアフレコでとテロップでちょっと結果を、はい、お伝えいたします。はい、そしてこれ、ファースト捕球できず、その上、テイクワンベースで一気にランナー二塁、初回から先制のチャンスとなります。はい、2番久保すら大久保くん、さあこれ見てください。うまーく、まあね、何やってんだっていうプレーでもあるけれども、これはナイスプレーだなーとも思ってますね。高橋さん、ノーサインで入ってますかね、あれも。はい、そしてこれ、強い打球ショート、ナイスキャッチ、ファースト送って、なんとかアウトかな。はい、ツーアウトです。はい、3番のオッチョさん、中学生との対決です。打った、フルスイング、そしてこの打球が、フルスイングから放たれたポテンヒット。そしてオッチョさんは諦めてファーストに戻る。そしてファーストに送球、これはなんとか帰還しました。はい、なんとかセーフです。はい、ツーアウトから出塁します。はい、バッターはゆうすけさん。はい、これランナースタート。はい、盗塁成功。ツーアウトから再びまだ二塁のチャンスを作りました。さあ、先制することはできるのか。はい、これインコース際でボールだったんですけどね、ちょっと外れてボール。ツーアウトランナー1、2塁となります。はい、そしてこれちょっと泳がされたかな。セカンド高橋さんがっちりとキャッチしてファースト送球アウト。大阪より初回を無失点に、ピンチだったんですかね、2回のピンチを、無失点に抑えております。チームヒロトの先発はサブマリン雄介さん。この前日に一緒に参加させていただいたブラザーイベントでも投球、マウンド登板しております。はい、先頭サードフライをがっちりとキャッチ。本当に低いところから投げますよね、すごい。はい、そしてこれ不規則打球ですが、まあ、落ち着いて処理してますね。ツーアウトです。はい、これインハイアンダースローだからこそできるピッチング。初回をしっかり三者凡退に抑えております。2回も大輔くんがマウンドへ上がります。はい、バッターは楠崎くん、追い込まれて高めのボール、これ振っていく、高々と上がったフライ、しかし伸びがないと。やっぱね、伸びがないんじゃなくて、もしかしたら風のせいですよね。いい当たり感じに捉えているような感じもします。はい、そしてバッターには谷中。なんで谷中は左で立ってるんだろうかな。ラガーズのね、うちの入ってる草野チームのエースです。はい、左目線合ってないんじゃないの、普段左で入らないから。はい、ただしっかりと選んで出塁となります。この回もランナーで出ることができました。はい、そしてバッターはヒロト。はい、これがキャッチャー取ってファースト送球、ナイススロー。はい、これで2アウトです。ただね、ヒロトからしたら送りバントでいいんじゃないかなと。はい、そしてバッター松井のところで、これサードゴロ、しっかりとさばいて、この回もねピンチあったんですけれども無失点に抑えています。はい、そしてゆうすけさん引き続きマウンドへ上がります。はい、高橋さん止めたバッターに当ててしまう。ここからはゆっくりとさばいてワンアウト。高さもやっちまったって感じでしたね。そう、アンダースローはピュッとくる球は本当に早く見えますからね。はい、そして変幻自在のピッチング。はい、ツーストライク、追い込んでジャストウォルキング、アウトロー、見逃し三振。この回も無失点に抑えます。はい、大塚君この回もマウンドへ。はい、ピッチャーゴロ、落ち着いて勝利してワンアウト。いいですね、この日ピッチャーゴロ多いですよね。はい、アウトロービタビタに決めていく。寒いのにコントロールいいですね、素晴らしいコントロール。はい、そしてお次の球は変化球、これサードボディで止めるも
ファーストがセーフ、全力ダッシュですね。やっぱ全力ダッシュって大事ですね。はい、ランナー一塁、バッターはエガー、力のないピッチャーフライ。ただこれがね、ちょっとこの後の送球で、ミスがあって、ランナー一気に二塁へ。これでも、ピンチチャンス、そうですね、お互いチームで言い方あれですけど。はい、ただバッター良平、これもまたまた力ないピッチャーゴロと。大阪君はこの回も無失点のピッチング。はい、ゆうすけさん3回もマウンド上がります。はい、前の回から3者連続三振。アンダースローの緩急って見ててめちゃくちゃ好きなんですよね。はい、そしてこれピッチャーダッシュして踏ん張ってファースト送球、アウト。華麗な動きです。さあ、ツーアウト。そしてまたもや緩急を自在に操り、この回も無失点です。はい、この試合翔平のファーストバット、フラフラッと上がった打球、ちょっと前に来てるがショートしっかりとキャッチ。はい、これでワンアウト。はい、2巡目に入ります。チームフロートは2巡目です。はい、これもフラフラッと上がった打球だが風で落ちる。やっぱ強風ってフライ上がると大変ですよね。はい、そしてこの間にランナーは二塁へ。ちょっとね、視聴者の皆さんはファースト側の映像がなかったりとか風が強かったりで聞きづらいとかって見づらかったりしますが、戦いは熱い戦いをしております。はい、そしてこれしっかりと抑えてツーアウト。ただチャンスピンチとなっております。サードゴロだがこれがファーストエラー、まさかのエラーでチームヒロトが先制します。そして打ったオッチョさんも二塁へ。なおもチャンス続きます。はい、バッターはユウスケさん、これがドカンと行くかと思いきや思いっきり風で戻されております。レフトフライでね、後続は大阪を抑えることができました。はい、そしてユウスケさん4回もマウンドへ上がります。来ました、いいパス、思いっきり振っていくがこれもサードフライ、風をね頭に入れてしっかりと、落下地点へ入っています。さあ、はい、これもアウトコース振らせて三振、脱三振マシになってますね、ゆうすけさん。はい、そしてこれスーパークイック、ピッチャーゴロ、素手で取ったが落としてしまいファーストはセーフ。これちょっとうまく処理できずね、ランナー出塁となりました。そしてここ見ててください。はい、素早い牽制でランナーをアウトに、クイックも速ければ牽制も速い。そしてここでバッターには女性が入ります。こちらの女性、本日参加していただいた方の彼女さんになります。さあ、一体どんなバッティングを見せてくれるのか。打ったー、いや、そっただね、サードゴロとなってしまいます。でもね、こんなにナイスバッティングなんてちょっとね、ヒロトと僕あたりバッティングを襲わないといけないのかなと。はい、これでワンアウトですね。はい、これフルスイングしていくんですがピッチャーゴロ、やっぱね体はね、ちょっとやっぱみんな冷えてるのかなと。みんなパーカー着たりね、V ジャン着たりしてますからね。はい、これもフラフラっと上がった打球が、ただこれがね、流されてヒットになるんですよ。本当に風強い。ランナーが一塁となります。はい、そしてこれ打ってって、これもエラーで出塁チャンスになります。さあ、追加点のチャンス、バッターにはヒロト。はい、振っていくがドン詰まり、そしてセカンド送球、ファースト送球でゲッツー。チャンス生かせず、次回後半戦になります。チャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー視聴平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
これ来て野球やろうぜ。